今回は外のミニマルワークトップを紹介します。 ST310 に合体して使えるテーブルです。5つのパーツを組み合わせて使えるテーブルです。ミニマルクッカーがあれば一緒に収納できるようです。正式な収納が意外と面倒なので、もうこのような感じで持っていってます。詳細を説明する前に気になる重さを説明すると、このステンレスプレートが重いのでこれは持っていってないです。これを省いてこちらの4点だけを測ってみますと 399g です。ほぼ 400g。 同じ外のテーブルフィールドホッパーは 389g、 その差は 10g です。ちなみに N プロジェクトのチタンテーブルは 293g、 チタン製で軽量です。ベルンのテーブルが 222g。 それでは組み立ててみます。足の連結部分がちょっと緩かったので接着剤を塗って、接着剤少しきつめにしてます。こちらも同じです。長い L 字型の短い部分にこの足をくっつけます。接着剤を塗ったことでかっちりとはまります。振っても落ちないぐらい。もう一方のパーツには引っ掛けがあり、これでかっちりとストップします。こっちの方は短い方が天板です。押し込むとカチッと、これでもう外れないです。こちら側は工夫されてます。そしてこの2つのパーツを連結させるだけです。この溝にはめるだけ。これで完成です。意外としっかりしてます。純正のこちらのパーツをつけるならこっちをはめ込む感じです。でこのテーブルの下に ST310 を、置くだけです。横から見るとこのつまみも表に出ていて操作もしやすくなってます。横だけではなくて正面も空いてるので ST310 を縦でも使うことができます。他のストーブの相性も確認してみます。この状態ならエヴァニューのアルコールストーブがぴったりです。そしてこのプレートを外せば、250の OD 缶を装備したアミカス、こんな感じで使えます。CB 缶も OD 缶もいけます。ソロストーブライトもこんな感じで使えます。外のフュージョン、外のフュージョンを組み合わせるとこんな感じです。若干テーブルよりも低いです。外のフュージョントレックちょうどいい感じです。ソロストーブなんかなかなか雰囲気がいいです。少し重くて組み立てが面倒なんですが、いろいろなストーブと相性がいいテーブルです。収納してみます。最初にこれを外して、外して、正式な収納法は面倒なのでもうこのまま袋に入れてます。バラした状態だとこのちっちゃいサイズです。ちょうど CB 缶と同じくらいの CB 缶2本分。少し重いんですが収納サイズは小さいです。フィールドホッパーだと横長。N プロジェクトだと3分の2、それぐらいのサイズです。
今回は外のミニマルワークトップを紹介しました。いろいろなストーブと相性のいいテーブルです。